こんにちは。新州読書会の宮沢です。戦争と平和の続きの解説をしていきます。第1部の第3編の6章です。ロストフ家の話になります。ロストフ家っていうのは、4人子供がいまして、えー、長男のニコライがパブログラード景気兵連隊に所属して、えー、橋に爆弾を仕掛けて、 落とすっていう作戦と、シェングラーベンでの戦いですね。二つに、えー、参加してました。えー、彼は、見習い士官から将校に、将、将位ですね。昇進しまして、久々に、ロストフケに手紙を送るんですね。その手紙が届いたって話が、この第六章に書かれています。えー、次女はナターシャ、ピエールと、 一度ダンスをしてるんですね。えー、名の日のパーティーにビエールが呼んでですよ。一緒に踊ったことがありました。で、長女のベーラーですね。ベ,ベーラー。まあ、冷たい感じの済ました女性です。この人は、えー、ボリス。ボリスと、この連帯に一緒に入っているベルクチュイっていう人と、恋愛関係にあります。 えー、あと、ソーニャはロストフ家で預かっている伯爵の名位です。まあ、この人はニコライを愛していると。あと、ペーチャは末の息子です。あと、ロストフ家に居候しているドロベッコイ公爵夫人がいます。話はニ、ニコライから手紙が届,届いてですね、伯爵がまず読むんですね。あの父親である。そしたら、まあ、負傷したということと、えー、一応、将校に昇進したということが書いてあって、 泣き出すすんですね手紙を見ながらもう息子のことが心配で泣き出してこれを伯爵夫人にも読ませなきゃいけないんですけど心の準備をしなきゃいけないんでまあドルベッコイ夫人に何、えー、とかこう取り乱さないように読むように心の準備をしてもらう手伝いをですね、えー、しますまあ何が心配かっていうとその息子一人一人息子じゃないや まあ、息子、長男が、まあ、負傷したってことですね、戦闘でね。そのことでお話は、もしかしたらそっとして気絶しちゃうかもしれないんで、まあ、ニコライから手紙が届いたみたいですよ、という、下工作をした上で、えー、ロフソフ伯爵夫人によ、手紙を読んで聞かせるんですね。で、次女のナターシャはもうその手紙が来たことに気づいて、 えー、まあ、怪我したってことを聞いて、他の兄弟ですね。ええー、とか、ソーニャに、そのことを話します。で、ニコライのことはもうすごいよく覚えてるけど、ナターシャはだんだんボリスのことを忘れかけてるんですね。本当はボリスのことは好きだったんですけども、それをね、あの、一番末の息子のペーチャが、なんでボリスのことを忘れたか、オイラは知ってるよと、あ、言うんですよ。 で、これが105ページ。僕はわかってるよ。なぜ恥ずかしいんだか。最初、ナターシャにバカと言われて腹に据えかねていたペイチャが言った。姉さんはあのメガネをかけたデブが好きになってこうと、今度は歌手のあいつが好きになってるのさ。ペイチャが言ってるのはナターシャの歌の先生のイタリア人のことだった。だから恥ずかしいのさ。ペイチャ、あなたはおバカさんで言ってるんですね。まあ、この後ナターシャはピエールと恋愛するそうなんですけどもあの、そこのネタフリになってるんですね。 で、あのデブが好きなんだろうって。<laughs> ピエールのことデブ呼ばわりなんですけども。ペーチャっていうのは、まあ、ま、ピエール、ピエールの師匠系っていうんですかね。まあ、ピエールと同じですよ。えー、まあ、ペテ、ペテロから来てるんですね。まあ、あの、十二支のペテロから来てるんですけど。えー、同じ名前なんですけども。まあ、一番末の息子はもう、ナターシャが、姉ちゃんがピエールの,のことちょっと気にかかってんのをもう見抜いてるんですね。まあ、こういうところがまた、 トルストイのネタ振りの細かいところですけども、という話になります。で、私はちょっとボリスに、まあ、ボリスのこと好きだったけど、ボリスに手紙を書く気にならないと。だけど、ソーニャはやっぱりニコライ愛してるんで手紙を書きたいと思うって言って、言うんですよ。でそんなこと話してる間に、一方で、ドルベッコイ夫人は、一生懸命ロストフ、伯爵夫人、まあ、昔からの親友で居候させてもらってて、もう暮らし向きは良くなったんで、ボリスがこの絵、ね、 レンタに入ったんでね。だけどまだ一緒に暮らしてるんですよ。えー、で、あれですね、ロソフトが伯爵夫人の部屋に行って、えー、まあ、事情、手紙を読み上げて落ち着かせるんですよ。まあ、の時の話ですね。まあ、伯爵が心配で、そのロソフトが伯爵夫人の家の、あの部屋の外で鍵穴ののに耳を押し当てて、聞き耳を立ってたんですけども、えー、これ106ページ。 ドレッコエゴ爵夫人の顔には難しい切断手術を終わって嫉妬した医師が自分の腕前を認めてもらうために大勢の人たちを招き入れようとしている時のような誇らしげな表情が浮かんでいたって書いてあります。すみました。彼女は勝ち起こったような手つきで白爵夫人を刺しながら行った。っていうことですね。ここの <laughs>、難しい切断手術終わった <laughs>。終わった医師のようだっていう、例えばすごい秀逸だと思いますけども。 えー、ということです。で、みんなでね、返信を書こうって言って、えー、みんなで書くんです。家族でね、あのニコライに返信を書いて、まあ、6000ルーベルっていう大金を送るんですね。えー、でなおかつね、手紙にニコライの手紙には、相変わらず愛して、これ107ページ、相変わらず愛していて、相変わらず思い起こしている大切なソ人に切符もって書いてあった でそれを聞いてソーニャ、ニには目に涙が溢れるほど赤くなった。そして自分に向けられた視線が耐えられなくなって、彼女は広間を出て走、走ったまま勢いをつけてくるくる回り出した。そして、ドレスを風船のように膨らますと、すっかり真っ赤になり、顔いっぱいに微笑みを浮かべて床に座ったということですね。宋にはもう嬉しくなった。まあ、嬉しくなってくるくる回って <laughs>、床に座り込んだっていう、まあ、細かい描写があるんですけども。 えー、ということです。で、まあ、まあ、みんなで何回もね、読んで、まあ、ドルあのロスト伯爵寺はもうお腹にいた頃の小ちゃなニコライのことから思い出して、こんなに戦争でね、えー、負傷して昇進するほど一人の男として、なんか男らしいしてることに思い馳せてですね、もう信じられない気持ちになるということが書いてあります。 これが第6章です。で、続いて第7章ですけども、この章では、ボリスとベルクのこの絵連隊が、あの、ニコライに手紙と仕送りを届ける話なんですね。えー、で、彼らも進軍してきて、えー、明日ですね、オーストリアと、まあ、アレクサンドル一世とオーストリアの両皇帝の閲兵の準備をしているわけですね。 ええー、あ、それはオルミッツの付近に、ヤエシザ・クトゥーゾフ式の実戦部隊は、まあ、皇帝と、皇帝二人の皇帝ですね、フランツ皇帝とアレクサンドリスの一遍を受ける準備をしていたと。で、ボリスとベルグのいるコノエ連隊は、えー、オルミッツから15キロ離れたところに出兵していたと。でそこから、ニコライは、 手紙を受け取るわけですね。あの短い手紙をボリスから。で、これからオルミッツに行くと。まあ、ニコラはオルミッツにいたんですね。で、えー、手紙とお金を渡したいって言って、やっていくんですよ。で、ニコラはもう、昇尉昇進のお祝いとかやってね、どんちゃん騒ぎしてま,まして、あとはなんか、制服を買ったりしなきゃいけないんですけど、金がなくて、まあ、困ってたんですけども、まあ、ようやく、あれですね、 えー、お金が入ってくるということになった。で、まあ、ここの章のポイントは、アンドレイとニ,ニコライが初めて会うんです。バチバチになっちゃうんですね。なぜかというと、現場に、現場のニコライと本物着のアンドレイはね、気が合わないっていうか、あの、お前に戦場の何がわかるんだっていう反発心。もうニコライはね、ちょっと、 マトベイブナおばさんっていう大砲に乗せられてね、すすり泣いてたような男なのに戦いが終わった後。なんかそれが終わってしばらくして、なんか全部、なんかもう、イきり散らかしてんですね。戦闘で戦って、勝利に昇進したってことで。<laughs> なんかもう、イきり散らかして、それをいさめる人が誰もいないもんですから、まあ、増長してるわけですよ。で、増長した感じで、ここの、あの、ボリスとかベルクとか、この辺連隊ってまだあの戦ってないですからね。 戦ってない2人に対してね、生きり散らかして偉そうな態度を取るんですよ。えー、で、まあ久々に再会したらね、もう半年の間で、まあ、113ページに書いてありますけど、まあ、2人ともお互いにひどく変わっちゃったと。で、まあ、ボリスに、つねったり、こづいたりするね、なんかちょっと、 甘神的なことをやって挨拶したいって、今まではそんな男じゃなかったんですけども、もう軍人になってもイギリ散らかしてんで、なんかもう肩パンしたいんですよ <laughs>。肩パンして、アイス久々に会ったらいきなりすげえ強い肩パンしてくるみたいなイギリブりを見せたくなってしまって、えー、まあなんかそういう上わずった感じでね、あの、ボリスがベルグに会うんですよ。 えーと、いうことですよ。それで、まあ自分がその、シェングラーベンの戦いであったこととか話すんです。酒、で、酒を飲みながら話そうって言ってね、酒を注文させて、まあボリスは嫌な顔するんですよ。その、なんていうかもう、あの、酒飲んでまでそんなやる感じなのかっていう、ちょっと心の中で思ってるけど、久々に再会したんで、で、さらにはその、実家からの手紙を読んでるのを、じっと見てるベルクに対して切れるんですね。 これは116ページ。あなたは家から手紙を受け取って、いろんなことを何でも尋ねたい身内な人間にあったとして、僕がその場にいたとしたら、僕はあなたの邪魔にならないようにすぐ出て行きますがね。つまり出て行ってもらいたいんです。お願いですから、どこか、どこでもどこから、どこでもいいから勝手にって言って、どなった。うん、そしてすぐにベルグの肩をつかむと、その顔を愛想よく覗き込んで、自分の言葉の乱暴さを和らげるような様子で言い添えた。いいですか、怒らないでくださいね、ねベルグさん。 僕は昔からの知り合いとして正直に言うんです。まあちょっとね、乱暴な素振りをしたいっていう、もうなんかこう、わかりますよ。本当に。あの、手柄をあげた新入社員みたいな感じでもうね、もう俺のこと見てくれって感じになっちゃってるんですね、俺ね。見てみてくんっていう、俺は名付けてますけど <laughs> 見てみてくんなっちゃってるわけですよ。それで、まあそういう感じで、えー、あと、ドルベッコイこ着人が持って、 てきくれたバグラチオン公爵宛ての推薦状も同封しちゃったんで、こんなもんいらねえと。で、ボリスはね、あのこのエレン隊からできれば参謀本部に入りたいんですね。で、出世していきたいんですけども、ニコライは俺は現場の方がいいんだって言って、えー、言って、そんなこと、まあ、う言うわけですよ。もうなんか、勇敢な兵士ぶりをね、アピールするわけですよ。えー、で、まあ、 いろいろ飲みながら。で、まあ、ベルグも戻ってきて、酒飲みながら話してるところに、えー、まあ、手柄話です。自分の戦闘の自慢話みたいなことを話しながら、122ページ。攻撃の時にどんな奇妙な気が狂ったような気持ちを味わうか君たちにはわからんよってね、マウンティングするんですね。ボリスやベルグに。その時にね、アンドレイが部屋に入っていくんですね。まあ、ボリスに用事があって、 えー、アンドレが入ってきたんですよここっからの方こちょっと長いんですけど面白いんで読み上げます122ページですねえー、後ろから6行目その話の途中で彼が攻撃の時にどんな奇妙な気が狂ったような気持ちを味わうか君たちには分からんよと言っていた時に部屋にアンドレイ公爵が入ってきたポリスは彼のも来るのを待っていたのだった若い者の面倒を見るのが好きだし引き立ててほしいと頼まれていい気持ちがしたしポリスにも好意を抱いてきたいたアンドレイは ボリスの方は昨夜のうちにうまくアンドレイの気に入るようにしておいた、この若者の希望を叶えてやりたいと思っていた。クトゥー・ゾフから対抗に当てた書類を届ける使いを命じられた彼は、そこにはボリス一人しかいないだろうと思って、その宿舎へ立ち寄ったった、まあ。アンドレイはボリスのこと憎からず思ってるんですね。ボリスってのはドルベッコイ公爵人の一人息子ですね。ワシーディ公爵の口利きでこのエレンタに入れたんですね。まあ、本当は、 クトゥーゾフの副官にしたかったんですけど、そこまではできないって言われて断られちゃったんですよで、アンドレイはボリスのことをね、あのー、ういを抱いてたんで、えー、まあ、伝令係頼んだんですね。クトゥーゾフから太鼓宛ての。で、まあ、その要件でね、部屋に入ってきたら、まあ、ニコライが酒飲んで、ブユデン、ブユデンみたいな、あっちゃんかっこいいみたいなこと言ってるわけですよ。 なんだこいつみたいになったんですね <laughs>。で、続きです。部屋に入って、地、脇、肉を踊る戦争の話をしている実戦部隊の景気兵を見ると、アンドレにとってはどうにも我慢できない種類の人間だった。彼は優しくボリスに微笑みかけ、眉をしかめ、目を半分閉じるようにしてニコライを見た。そして軽く頭を下げるとくたびれたようにだるそうにソファーに座った。彼はくだらないレンチの中に入り込んでしまったのが不愉快だった。ニコライはそれを悟ってさっと赤くなった。ということですね。 まあ明らかに最初から手柄話、武勇伝話で意気になってるニゴライにすごい使用対応したわけですよ。ボリスが恥ずかしくなっちゃったんですね。まあお、お友達ですからね。まあ、ボリスってニゴライ、ロストフケに送ロしてたんで金がなくて、ドルペッコ工作人と一緒に。えー、でもどっちにも顔立てなきゃいけないんですけども、まあ、ニゴライが今生き散らかしてるとこでアンドレイが入ってきて、だんだんバチバチになっちゃったんです、も入った途端に。 手続きです。しかしそんなことはニコライにはどうでもいいことだった。これは赤の他人ではないか。しかしボリスを見て、彼は実戦部隊の景気兵の自分のことをボリスまでが恥じ,恥じているような様子をしているのに気づいた。不愉快そうな、馬鹿にしたような態度をとったのはアインドレイの方なのに、またニコライは実戦の軍人の立場からこうした司令部の副官ども全体に入ってきたのも明らかにその種類だ。軽蔑の念を抱いていたのに、自分の方が罰が悪くなって赤くなり黙ってしまった。 ボリスがね、ニコライのこと恥じてる顔が分かっちゃって、さらに本部好きのあのアンドレが嫌い、もう本部好きのやつが嫌いですから、軽蔑してるのに、でも自分の方がね、負傷して、あの、武勲をあげた自分の方が武勲なんかあげてないんですけども、まあ、思い出補正で全て武勲になってね、的、ま、ベーブなおばさんの逮捕の上で、あの、だらしなく寝てった。<laughs> 半泣きしながら <laughs>、 連れれ去られた割には、退却した割には、まあ、今、生きり散らかしてるわけですよ。でなんかアンドレに対して反感を抱いてるんですけども、自分の方が、ね、なんか罰が悪いんですね、えー。で、続きですね、ちょっと飛ばして、えー、124ページの5行目。あなたのことはアンドレはまたボリスに向かって行った。あとで話しましょう。そして彼はニコライの方を振り返った。えっの後で僕のところに来てください。でき だけのことはしますそして部屋を見渡してから押さえようとしても抑えきれずに憎しみに変わりかけている子供のようなニコライの倒幕した状態には目をくれる価値も認めずに彼の方を向いていったあなたはシェングラーベンの戦闘の話をしておられたようですねあれに参加なさったんですか僕は参加しましたまるでこの副官を侮辱しようとでも言うように憎しみを込めてニコライは言ったアンドレイはこの軽気兵の気分を見て取ったこいつは面白いという気がした 彼はちょっと馬鹿にし死うの薄笑いを浮かべた。全くあの戦闘については今じゃ随分いろな話ができてますよ。い、ま、ろ、あ、んな武勇伝が生まれちゃってるわけですね。ええ、色々な話がね、ニコライは急に怒り狂ったような目で、ボリスとアンドレイを交互に見ながら大声で言い始めた。ええ、話はたくさんありますね。しかし、僕らの話は敵の砲火の真っ只中にいたもの,の話です。僕らの話には重みがあります。何もせず恩賞をもらっている司令部のろくでなしの話ではありません。 そのログで梨の中に多分僕も入るだろうと大思,思いなんですね。お手つきを払って愉快でたまらないというように微笑しながらアンドレイは言った。憎しみと同時にこの人物の冷静さを尊敬する奇妙な気持ちがこの時ニコライの心の中で一つに結びついていた。僕はあなたのこと言ってるんじゃありません。彼は言った。僕はあなたを知りませんし、正直言うと知りたいとも思いません。僕は司令部の連中一般のこと言ってるんです。 僕の方が言いたいのはこういうことです。落ち着きを払った権威を声に含ませてアンドレは彼を遮った。あなたは僕を侮辱しようとしてるし、僕だってもしあなたがご自分をそれほど尊重するつもりがないのだったら、僕を侮辱することなんか、いとも簡単だと認める用意がありますよ。しかしそれにしては時と場所の選び方が実にまずいということはお互い認めていただきたいものです,ですね。数日中に僕らはみんなもっと大きな深刻な決闘に出なければならない羽目になる。 それに、あなたは昔からの友達と思っているボリス・ドルベツコイ君は、僕のご面相が不幸にしてあなたのお気に召さなかったとして、何もそれに責任があるわけでもありませんしね。それにしても、彼は立ち上がりながら言った。あなたは僕の名前を知っているし、どこで会えるかも知っている。しかし忘れてはいけませんよ。彼は言い過ぎた。僕も、僕は自分もあなたも侮辱を受けた後は少しも思っていないし。 あなたより年を取った人間として通告すれば、こんなことは後腐れを残さないようにすべきです。じゃあ、金曜日、越平の後、あなたを待ってますよ。ドルベス,ドルベスコイ君、さよなら。アンドレイは、締めくくると、二人に頭を下げて出て行った。ってことですね。まあ、アンドレイが <laughs>、自分に憎しみを抱いてる、見てるね、ニゴライ、現場の景気兵のニゴライに、まあ、ここで侮辱するのは時と場所が間違ってるし、もうあ、明日、 もうすぐアウステルリッツ3定回線が始まるのにね、c を決する戦いが始まるのに、何ここでイギり散らかしてんだみたいな。あとボ、ボリスには関係ねえじゃねえかって言って、まあ、釘を刺したわけですね。えー、納得されがっちゃいかんだろうって忠告して出ていったんですね。で、まあ、ニコライは続きですね。ニコライ・アンドレイが出ていってしまってから、やっと自分が答えとして言うべきことを思い出した。 そしてそれを言うのを忘れてしまったために、ますます腹が立った。ニコライはすぐ馬を出すように命じ、そっけなくボリスに別れの挨拶をして、自分の宿舎に向かった。明日、総司令部に行って、あの気取った空間に決闘を申し込むべきかそれとも本当にこのままこの事件を放っておくべきかそれが、みちみち彼を悩ませていた問題だった。あのチビでひ弱で威張った男が自分のピストルの元で覚えているのを見たら、どんなに気持ちがいいだろうかと、恨みを込めて、 考えたり、自分の知っている全ての人間の中で、あの憎い副官ほど自分の親友にしたいものは1人もいそうなかいないと感じて、不思議な思いがしたりするんだなったってことですね。これもすごいこと書いてありますね。あのニコライはもう直上傾向なんで、以前もチ,チェリャーニンとかいう男がデニーソフの金を盗んだことで、連隊長と喧嘩してね、謝んなかったんですよね。連隊長のメンツ潰して謝れれて言って、キリレンコ。 説得に来たんですけど、まあ、イギリ散らかしたわけですよ。まあ、そうしたら、すぐ戦争になっちゃって、戦闘になっちゃったんで、そのことは水に流れたんですけど、今回はもうアンドレー刺す。アンドレーあいつ刺すみたいになっちゃったわけですね。えー、決闘申し込んでやろうと。えー、アンドレーはチビでヒヨワで威張った男なんですね。あんまり身長が高くないですね。なんかすごいイケメンかと思ってたんですけども、そんなに、あのー、なんか、体格が良くて、 なんか、って感じではなかったんですね、これね。えー、まあ、なんかクレバーな感じだね。で、えー、まあ、あ、あいつ絶対許さんねえと思ったんですけども、一方で、自分の知ってる全ての人間の中で、あの憎い副反ほど自分の親友にしたいものは一人もいそうにないと感じて不思議な思いをしたと。ちょっと尊敬しちゃってるんですね。この前にもちょっとかえ書いてありますけども、ニゴライに対して、尊敬の念をちょっと覚えるんですよ。 これ、125ページの真ん中、憎しみと同時にこの人物の冷静さを尊敬する奇妙な気持ちがこの時にぐらいの心の中で一つ結びです。まあ、憎いんですけども、ちょっと尊敬して憧れちゃう部分も、その辺が可愛いというか可愛いんですけども、あの、やり込められたんですけどね。で、ちょっと、逆上してんですけども、尊敬する気持ちもちょっとあるっていうのが書いてあります。まあ、この辺の微妙な心のあやが、 さすがトルストイ大先生って感じですけども。ということでした。今日は、えー、6章と7章の説明でした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。